といえばニッコー、はい、ニコニコ笑顔のおひーちゃんこと本田ひとみです。いちごのようにフレッシュな14歳です。よろしくお願いします。イエーイ。でもひーちゃんとかいちごやんな。そう、いちごは好き、何でも好き、何でも好き、果物何でも好きだから。本当に、ひーちゃんから届いて。本当に、そうなんだ。いちごちょうだい。何やるって、何やるって、怖い怖い怖い。ひーちゃん髪切ってるとか、反応するの、反応するの、喋ってる。あー、切らした。似合ってる、似合ってる、ありがとう。急に切ろうと思ったん？なんかもともと切りたいって思ってて、うん、でそれでなんか総選挙も千葉ツアーも終わったから、なんか一回一区切りして、なんていうの、切りがいい時に切りたくて。なるほど、似合ってる。そっちの方が好きや。おお、好きな人との初デートはどこに行く？という問題なんですけど、まあ、なおがどう答えるのかっていう気配り上手な太田なおはどこに行くのかなというのを考えてもらえればいいかなと思うんですけど。あ、ひーちゃんもできてる。じゃあひーちゃん次。絶対違うと思う。いや、いいよ。それではお願いします。図書館。なんか、京都の人ってなんかおしとやかだし、うん、そんなガヤガヤしたところは嫌かなと思って。それはわかる。おしとやかわかるよ。なんか、うん、京都の人声ちっちゃいイメージがあるの、すごい。あ、そうやな。だからなんか興味ない。めっちゃ声入ってたから今びっくりした。図書館の人もなんか、そういいかなみたいな。あ、してみたい、図書館デート。お互い本読み続けるってこと？勉強みたいな。ああ、宿題をするって感じ。なるほど、うん、さあ正解になるのかね。ゆいはお化け屋敷とか。ああ、そうなんや。意外。怖いけど行きたい。ね、この前お化け屋敷行ったけどさ、全然なんかもうこんな感じでもう引っ張んないでよとか分かるんですよ。先頭とか歩いてくれなかったよ。そう、ひーちゃんがじゃあ先頭に歩いた。なんかひー一番それされた。なんかどういう感じ。誰といたの、メンバー？そう、なんかナナミンとナギとひーちゃんゆいゆいで行って、引っ張られて引っ張られて、ナナミンがすごい後ろでこうやって引っ張ってきて、もう身動き取れない状態。結局先頭は誰が行ったん？ナナミン？でも結局ユイ、ユイちゃんじゃない絶対。正解も分からなんとも言えへんよ。ね、そう。じゃあ正解、じゃあ行きたいと思います。正解はじゃん、映画。あ、迷ったすごい。映画でした。静かになるじゃん映画って。なんか静かにしなきゃいけないじゃん。だから緊張しちゃうやん、きっと。緊張したら喋れへんくなるから、多分さ、ファミレスやったら多分することがなくなって緊張しちゃうと思うねんか。で、図書館はあえてデートに行かんでいいかな。なんか、なんやろ、せっかく一緒に入れてんのになんか共に時間を過ごしてない感じ。いや、映画もかな。感じてきたけど。デートの待ち合わせに30分遅刻、相手に許してもらえるような言い訳をしてください。というわけで、言い訳難しいよ。どういう感じで行くかやね。謝る感じで行くかも、全く触れずに行くかとかな、あるし。なんだろう、みんなの言い訳の感じも聞いてみたいけど、どういうのかな。個人的にはすごく興味ある。なんやろ、何時間なら待てる？何時間無理？無理。何分逆に何分？30分も限界。連絡あってもダメです。じゃん、ごめん、君に可愛いって言われたくて洋服選ぶのに時間かかっちゃった。おー、いいですね。どう言われて、どうなんやろね、え、どうって聞くみたいな。なるほどね。なるほど。待って、言っていい？これ、この台本が昨日届いて。ねえ、昨日、まあ、あれ、あの、話してた時にこれ全くナオと同じ考えない。あの、ナオが言ってたやつ。ナオも言っていいか迷ったよ。それ昨日ナオが言ったやつ。最高やな。そんななお回答じゃ見せます、
ごめん、あなたの好きなお洋服どれやろうって考えてたら遅なった、ごめんね。似合ってる？あいつに早くして。昨日お洋服でも丸パクリするから。もう出してきた瞬間青ざめた。もうどうしようかと思った。ほんまに。もう好きな人から今好きな人いる？なんと返事をするか。こういうのめっちゃあるよね。なんか学校で結構こういうの。おお、あるんや。さすが学生ならではのね。なんか言ってる人いた。懐かしいね。聞いちゃった。そう、でもなんて書いてるか。難しいの。好きな人いる？聞かれて、あの好きな人。好きな人に好き。好きな人いる？って聞かれて。じゃあひーちゃん行く？はい。いる。誰だと思う？じらして、そう。ちゃんと例えば男の子でセリカってセリカって言ったらどうするの？セリカが好きな人で、うん、俺かって言われたらどうするの？っていう。モロバレやん。モロバレやん。他の例えばナオは？ナオって。俺は？言ったら？違う。俺はって言ったら、うん、初めに奈緒はって聞いて、うん、そしたら一番初めにそう来たらさあねって言うけど、うん、なんかだんだん当たんなくなる。あ、じゃあやっぱ俺やろみたいな感じで言ったらみたいな。めっちゃ可愛いけどすぐバレんなこれ。わかりやすい。じゃあ太田先輩の答えを見せてみましょう。はい、じゃあ一緒にいるかいいんか一緒に言おう。おー、いい。そしたらお互いが知れるやん、いるかいいんかまず。あ、なるほどね。そこでこう交換条件みたいな、絶対手に入れられる情報を欲しい。おお。すごい。バイバーイ。ありがとうございました。Thank you.